平野翔さんの魅力爆発。イブ、サンローランだけじゃない。平野翔がプライベートで愛用するアイテム紹介します。平野翔が愛用する意外な日用品その理由とは、ナンバーアンダーライン愛の平野翔が自身のインスタグラムで報告したイブ、サンローラン、ボーテ、YSL ビューティー表参道店訪問が大きな話題となった。平野はアジアアンバサダーとして YSL と関わりを持ち、 撮影時の様子やプライベートでの来店写真を公開し、彼の自然体で親しみやすい魅力が多くのファンに深く響いている。この投稿は多くのコメントを呼び込み、ファンから自分の広告を見に行っている姿が可愛いい一般の人のような感覚が好きといった声が寄せられた。このような反応が示すのは、平野がただの芸能人としてだけではなく、等身大の一個人としても強く支持されていることだ。平野が、 作り物感ゼロの自然体であることは、彼の広告活動においても高い好感度を生み出す要因となっている。多くの芸能人が広告に出演するものの、私生活では異なるブランドや商品を使用していることも少なくないが、平野はリアルに愛用しているブランドや商品を選んで広告活動に参加しているのだ。そのため、ファンの間でも、どうせ広告だから、という見方が少なく、 むしろ平野のライフスタイルや好みに共感を持って商品に対する興味を抱く傾向が強い。また、平野が影響を及ぼすのはハイブランドだけではなく、彼が以前から愛用している池田も半堂の、ムヒやボシュロム、ジャパンの商品にも及んでいる。平野はインスタグラムの、質問箱、機能を通じてファンとの交流を積極的に図り、蚊に刺されましたか、という質問に、まだかな。 そんな時はあれしかありませんなとユーモラスに回答したことでファンは即座に無比のことだと認識し、大いに盛り上がった。彼の広告活動において、その好感度はどのように形作られているのか。平野がプライベートでも愛用しているアイテムを選ぶ姿勢は、単に広告の顔としてではなく、商品自体への信頼感を伝えることにつながっている。そしてその信頼感は、 彼ののの影響力の高さにも直結しているのだ平野翔のイブ、サンローラン、棒手訪問は、多くのファンを驚かせ、興奮の声が SNS を通じて広がった。彼のインスタグラムストーリーには、行ってきたよ、とシンプルなコメントが添えられ、自分の看板の前で笑顔を浮かべた姿や、店内でリラックスした表情を見せる姿が映し出されていた。こうした投稿は、 芸能人としての彼の魅力を一層際立たせると同時に、ファンに親しみやすい人柄をも印象づけるものとなっている。このような自然体の投稿に対してファンから寄せられた、芸能人なのに一般の人みたいな感覚が好き、上京してきた子みたいで可愛いいといったコメントは、平野が持つ得意な影響力を物語っている。平野の影響力は、単に画面上の表現力だけでなく、私生活における彼の行動にも及び、 その魅力が大きな支持を集めていることが明らかになっているのだ。平野がアジアアンバサダーとして起用された背景には、その自然体かつ作り物感のないイメージがある。多くの芸能人がブランドのアンバサダーとして活動しているが、平野の場合、彼の生活の一部として商品を使用する姿がファンに伝わるため、宣伝活動においても特にリアルな共感を呼び起こしている。特に平野外部、 サンローランの撮影時の様子を公開した際、唇の形が綺麗、ツヤリップが似合うといった賞賛のコメントが殺到したことからも、ファンが彼の魅力に引き寄せられている様子がうかがえる。彼が商品を単に、持つだけでなく、私生活でも使用している点が、広告効果をさらに高める要因となっている。多くの広告が視覚的な印象に頼る中で、平野の広告は、実際に使っているという信頼感が加わるため、 他の広告と一線を画す存在となっているのである。平野の影響力は、イブ、サンローランに限らず他のハイブランドにも及んでいる。例えば、今年1月にはルイ、ヴィトンとのパートナーシップも話題となり、平野が長年愛用してきたルイ、ヴィトンのアイテムをプライベートでも頻繁に使用している様子がファンの間で共有されると、それ自体が一種のトレンドとなり、商品の売れ行きを押し上げる要因となっている。平野がルイ、 ビトンのアイテムを身につけている姿は、ファッションやライフスタイルに敏感なファン層にとって一種の憧れや指標となり、そのブランドに対する注目度を高める役割を果たしている。平野は広告に出演するだけでなく、自身が実際に使い込むことで、その商品の価値をさらに引き立て、結果的にブランドに対する信頼をも高めていると言えるだろう。また、平野は高級ブランドに限らず、 日用品や身近な商品の広告にも多く起用されている。例えば、ボシュロム、ジャパンのボシュロム・アクアロックスシリーズや池田模範堂の、無比などの CM も担当しており、これらの商品も平野が実際に愛用していることで有名である。彼は視力が悪く、ボシュロム・アクアロックスを毎日使っていると公言しているが、その発言が視聴者に対して説得力を持つのは、彼が単に広告用のコメントとして述べているのではなく、 実際の体験に基づいいてて話しるるからであるまた、池田も半藤の無比に関しても、彼が旧ジャニーズ事務所から独立した後も一貫してその商品を愛用していることが知られており、ファンとの交流の中で、蚊に刺されたら無比と話題にするなど、彼のライフスタイルが商品のイメージに影響を与えていることがわかる。このように、平野は自身が好きなブランドや商品を実際に愛用し、それを素直に表現することで、 より信頼感のある広告活動を展開しているのである。彼の広告活動が得意な成功を収めている理由には、単に、有名人だから、という以上のものがある。多くの芸能人が広告に出演する一方で、彼らが広告する商品やブランドを実際に使っているかは不明確であることが多い。しかし、平野の場合、私生活においても積極的に愛用していることが広く知られており、それがファンや一般消費者に対して、 本物感をもたらしているこの作り物感ゼロの広告スタイルが、平野の存在感をさらに際立たせており、多くの企業が彼に対するオファーを競い合う理由にもなっている。広告活動において、平野の姿勢や実直な姿は企業からの信頼を獲得しており、結果として彼が出演する商品が市場においても高い評価を得ているのだ。さらに、平野の活動範囲は国内にとどまらず、アメリカの音楽フェスティバル、 コーチェラにも参加するなど、国際的な知名度を着実に広げている。彼が国際舞台で活躍することで、日本国内においても平野のブランド価値が高まり、結果的に国内ブランドとのタイアップが増加している。例えば、彼がプライベートで使用するヴィトンのジャケットが話題になった際には、国内外のファッションメディアからも注目され、日本のファッションシーンにおいても彼の影響力が再認識された。 こうした活動を通じて、平野はただの日本国内のアイドルではなく、国際的なファッションアイコンとしての地位を確立しつつあり、彼の動向が業界内外で注目される理由となっている。このような流れの中で、平野の広告に対する需要はますます高まっている。彼の持つ、自然体の魅力や、実際に愛用している、というポイントは、多くの消費者にとって商品への信頼感を抱かせる重要な要素となっている。 特に平野が出演したマクドナルドの広告では、学生時代からの身近な存在としての思い出を語る場面がファンの心を捉え、親しみやすさが感じられる内容となっていた。このような広告により、企業やブランドは消費者に対して単なる商品紹介ではなく、生活の一部としての価値を伝えることができる。平野は広告業界において、ただのキャラクター以上の存在として、商品そのものに対する、 ストーリーを伝える役割を果たしていると言えるだろう。彼の広告が大きな効果を生み出す理由の一つには、やはりその誠実さと透明性がある。平野は自分の好きな商品やブランドに対しても妥協せず、その品質や使い勝手を素直に表現することで、ファンに対しても信頼性を感じさせている。例えば、スマートフォンの CM に出演する場合であっても、自分が実際に使用しているスマホのキャリアについて話題にすることもあり、 視聴者に対して、広告だからという枠を超えたリアルな一面を感じさせている。このような姿勢は、広告業界において非常に珍しいものであり、消費者に対しても、作り物ではないという印象を強く与えている。そのため、彼が宣伝する商品は、ただのアイテムではなく、彼のライフスタイルや価値観を反映した、本物であると受け止められる傾向があるのだ。今後、 平野を起用するブランドはさらに増えることが予想されるが、彼の広告が他の芸能人と一線を画す理由は、単なる、顔ではなく、ライフスタイルを体現する存在としての役割を果たしている点にある。